ですね6回戦をお伝えしますけども、関根さん、はい、牧原がですね、はい、一軍登録を抹消されましてね、巨人ピッチャーそれでなくても苦しいんですよね。そうですね、ですからね、大丈夫かなっていう気がします。まあ、長嶋監督はリフレッシュのためにですね、はい、一度2軍に落としたと、変わって谷口が1軍になっています。そうですか、気分転換ですね。はい、さて、スワローズ先発荒木ですが、ジャイアンツ1回にですね、緒方河合が連続ヒットチャンスを使います。3番の駒田が送りましたね。僕はまさかと思ったんですよね。2番に打たしたから、はい、駒田も打たすかなと思ったんですが、まあ、先発のピッチャーが若いですから、はい、まあ、選手点欲しかったんでしょう。そして原がフォアボール、初回に満塁のピンチです。荒木、立ち上がりの荒木はね、ボールが高めに行くし力はないし、そうですね、ということでピンチでしたね。しかしこのバーフィールドの当たり、ハウエルがいいところにいました。これね、いい当たりだったんですよ。普通なら三塁線の二塁打ぐらいになるんですがね、ハウエルが言われたようにいいところに守ってましたね。初回のピンチを切り抜けました。さて、ジャイアンツの先発は5月4日宮本に代わって1軍に上がった小島ですが、2回に捕まります。二塁にハウエル、一塁にフォアボール池山を置いて、7番の土橋。もう小島ね、やはり硬くなっててせいでしょうね。ボールは高いし力はないし、そうですね、そういう感じで危ないですね。さあ、長嶋監督考えております。8番のハドラーもライトへ。これね、やっぱり高めでね、ハドラーに狙い撃ちされましたよね。小島ちょっと辛いですかね。辛いですね。9番のピッチャー荒木にも打たれました。狙い撃ちですよね。荒木に打たれた、これが痛かったですよね。はい、さあ、ピンチがですね、ここで広がります。長嶋監督は三塁を見ますが、まだできてないんですよ、できてません。水野の方はできてません。早く作っておくべきだったでしょうかね。小島は続投、そして1番のジョー、まあ、あっという間に4点が入ってしまいました。バッティングの調子がね、あんまり良くない巨人が、この4点、今のセンター前の2点タイムリー、これが応えますね。ファームで良かった小島を使ったが、少し荷が重かったかなという長嶋監督のコメントでした。さて、8回ピンチヒッターの長嶋一茂、右バッターボックス荒木と対戦です。ライト前へ、うまく打ちましたよ。難しいボールですよこれね。はい、さあ、荒木は7回までジャイアンツ打線を封じています。しかし、まあ、ここ簡単に尾形が打ってしまいました。これは荒木助かりましたよね。本当ですね、苦しいところでしたからね。はい、続く河合、これも簡単に打った。なんか今日の巨人打線は、なんか荒木を助けてるなという感じは受けましたね。本当にそんな感じですよね、はい、あっという間に2アウト。しかし3番駒田、ここは打ちました、センターへ。さあ、2アウトランナー3塁1塁のジャイアンツのチャンスです。荒木苦しいか。4番の原に対する5球目、これがボール、際どい。これは際どいです、ね、そして7球目打ち上げます。キャッチャーの古田、懸命に一塁のベンチに体を当てて、しかしことやっぱり取れませんが、よく追いかけていきましたよ。やっぱりシャッターをさせたいということでしょうね、チームが。はい、荒木がしかしここは踏ん張りました。原をライトフライに切って取りました。最終回です。バーフィールドを二塁に置いて、6番の福王を一塁ゴロ。久しぶりの完封直前です。荒木、7番の松井をスイングアウトの三振。甲子園のヒーローは松井だけではありません。そして最後のバッターになるか、大久保、スイングアウトの三振。荒木は144球を投げまして、実に7年ぶりの完封勝利ということで、嬉しそうな表情です。その荒木のインタビューです。昭和61年の4月23日以来、はい、久しぶりの完封でしたね、はい、もう野球あったらできないと思ってたんですけど、で相手も同じジャイアンツ、はい、そうですね、多分神宮だったと思うんですけど、そうですね、はい、いつもチームが苦しい時には荒木さん出てきますよね。そうですね、なんか巡り合わせで ねそういう時になっちゃうんで、もう必死でやってます、うん、というわけで7対0でスワローズがジャイアンツに勝っております。ヤクルトの連敗は4でストップというゲームでした。しかしすごい男がやはりいたもんですね。放れるだけでも素晴らしいのに、これやっぱり僕はね、完投するピッチャーに復活してくるとは思ってなかったんですよね。
これが見事に完投シャットアウトしましたもんね。もうどうですか関根さん、荒木さんは完全復活、はい、ね、あの完全復活と言ってもいいでしょうね。この人はね度胸がいいですよ。それとね顔に似合わずにものすごく積極的なんですね。ぐいぐいいきます。今日の巨人打線というのはどうだったんですか。荒木はね助かった部分があると思うんです。あのボールをね簡単に打ってくれたというね、そういうそれでボールの球を無理に打ちに行きましたからね、そういう面では助かったかなという面もあるんですが、それを割り引いてもね荒木が完投できるというところまで復活した、うん、この裏には随分彼は苦しいんだと思います。そうそうそう、スコアカードっていうのをこうつけてみたんですけどね、その映んないですよこれね、あのつけると結構若干汚いですけどね。スコアカードをつけられるようになった、はい、今日あの私が教えたんですけど。あ、そうですか。吉田さんに教わりました、そんなこと自慢してもしょうがないアナウンサーなんだからね、できないと。コマーシャルになったらセリーグ2試合をお届けしますまだまだ続くでサンデーバー